一個悩み相談をしてもいいですか。急にどうした。思いついたんですけど悩みがあって、うんうん、私デビュー初期の時に、うんうん、私養成所とかに通わずこのお仕事を始めたので、まあいろいろこう分からぬままやっていくうちに、うん、特徴のない声だねって言われるようになってしまったんです。そうなの。特徴がない、とにかくこいつは特徴がないって言われて、はいはい、そっかと思って、うん、でも特徴がないんだったら、うん、じゃあ武器を増やそうということで、うん、いろんな声を出せるように頑張ってきたんですよ、ここ 4,5 年ぐらい、うん、でそしたら今度はいろいろやりすぎてなんかこの人定まってないよねって言われるようになったんですよ、はい、だからそのさっき言ってた自分の地声を大事にしつつ、うん、声色を変えるっていうところのなんか自分の地声の良さみたいなところを未だにそこまで分かっていないなと思ってて、うんうんうん、地声の良さってどんな役にももう乗っかってるんですよすでに、はい、うん、まあ、プレーンとなる基準となるね、うん、楠木智則さんがまずどんなものにもあるんです、はいはい、でその上で役柄とかいろんなものが乗っかるんですね、うんうん、でそれが世の中に浸透する作品として、うんうん、最初から自分の声を 100% 覚えてもらえることってできないのよ、うん、最初はもちろん誰々みたいだよねとか、うん、何々似てるねっていう評価はすごい仕方ないんです、うん、だんだんこう声やその芝居が浸透していって覚えられていくんで、うんうんうん、無駄じゃないんです、うんうん、だから覚えられない、いやだってこれから覚えてくださいっていう、あ、うん、なるほど、聞いた瞬間にこの声優さんを 120% 覚えたぞって、ね、そんなアヌビスシーンみたいなやつはいないんで大丈夫大丈夫いないから、ね、本当ですか、うん、じゃあ今のまま積み重ねていけば大丈夫です、うん、声が覚えてもらえないとか貫禄が僕ないどうやったら出ますかねって竹内君に言われた時にそうもう出てるんだよお前の声はと思うけど出てる出てる、でも本人が若いからやっぱり流行る気持ちが口早口になるのね、若いと、うん、自分もそうだったけども、でもそれって徐々に落ち着いていくもんだし、うんうんうん、今しかできないことももちろんあるけども、うんうん、君は君の良さがあるから、そう誰々みたいって言われるのはむしろだからその意見の一個として受け止めるぐらい余裕があった方がいいよって、うん、なるほど、うん、これラジオじゃなくて普通に聞いてたいですね、このどうしたの悩み相談みたいな、いやいや大丈夫でしょありがとうございます、そんな焦んなくていい、はい、うん、ゆっくり積み重ねて、身につけた武器を逆に捨てちゃわなくてもいいから、うんうんうん、ありがとう。